どうも母ちゃんですっていうことで、今日はナスの実がつかない理由とその対策方法について説明していきたいと思います。でね、こちらね、ナス畑になってます。で、僕ん家のナスっていうのはたくさんね、もうなってくれて収穫も始まってますし、またこの、ね、木が大きいです。木が大きい分しっかりと花芽っていうのもついて、少しずつね、小さい実もついてますし、大きい実もしっかりとあります。なので今のところね、順調に育っているんですけど、この動画を見ている方の中でナスの実がなかなかつかないよだったり、ついていたとしてもそこまで大きくならないよっていう方がいると思います。で、こちらね、解決策っていうのがありますので、ぜひそのようなことで困っている方がいましたら本編でしっかりと説明していくので、そのように解決策っていうのを取るようにしましょう。で、このね、次の次ぐらいにナスに出てくるカメムシ対策の動画っていうのも上げるので、今年カメムシとかにやられて困ってるよっていう方いたら、ぜひね、そちらも上がるのでチャンネル登録して待っていてください。今日は天気見てる通りで曇っています。で、こういう曇ってる時はすごいね、作業がしやすくて、いつもの 1.5 倍ぐらい作業ではかどっていろんなことできたりもするんですけど、やはりこのね、曇りっていうことで次の日が雨になってきます。で、雨で今度は梅雨入りなどもしてしまって、雨の日っていうのはやれる作業っていうのが限られていきます。なので、なるべく雨が降る前に作業をね、落ち着かせておくっていうのが成功の鍵の一つだと思いますので、ぜひやれる方っていうのは雨が降る前にしっかりと作業っていうのを、ナスもそうですし他の夏野菜ね、できることありましたらやるようにしてください。で、今ね、このカラスが鳴いてるんですけど、このカラスがもうね、悪さをしています。このね、今ね、ちょうど親鳥と子供のね、ひな鳥でこの群れてね、生活してます。なので、まあ農家で僕ん家も被害あるんですけど、多分ね、他のところでも被害出てると思います。で、この親鳥が、子供がこれから巣立って一人で生きていくために、どこに餌があるのか、どうやって取るのかっていうのをこいつらね、教えてるので、現在ね、まあキュウリですとか、あとトウモロコシとかもね、多少やられてしまってます。なので、まあそちらの対策とかもしっかりとはしてるんですけど、やはりカラスもね、頭がいいので、その対策をかいくぐってね、この野菜を襲撃していきます。なので、まあ皆さんの畑でもやってるね、カラス対策あれば、ぜひね、コメント欄で教えてください。ということで、ナスの実がつかないその理由と対策方法について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在のナスの様子です。はいね、こちら現在のナスの状況です。で、背丈もね、僕のもう腰の位置っていうのはもう超えてきてくれて、結構ね、いい感じにナスっていうのが育ってきています。で、しっかりとこの上から見た時に脇芽っていうのがね、いっぱい生えてる状態で、また残す脇芽、残さない脇芽で、ここね、こっからまた選別作業っていうのが始まっていくんですけど、さすがにね、こんな量あるのでそれ大変ですね。なので皆さんもこのナス育っていてすごいね、大変だと思います。で、これももう少ししたら、ここの紐にね、主軸の部分が当たるので、ここね、誘引していくんですけど、これもね、こっち側に持ってきて誘引してあげたり、誘引作業も前回の動画でどのぐらいするのかっていうのもお伝えしました。なので誘引作業ね、本当に大事です。ナスを大きくするためには、途中でね、折れてしまったらとてももったいないですので、そうやって途中で折れさせないためにも誘引作業ね、またやっていかなければならないなと思いますので、まあ、なので放置していても若干はなるんですけど、そこまでね、大量に収穫できるかって言われるとできないと思いますので、しっかりとナスにお世話して時間、手間暇っていうのをかけてあげて、今年っていうのは一株でね、まあ、200本以上収穫できたら嬉しいと思いますので、ぜひね、僕と一緒にチャレンジしていきましょう。ナスに実がつかない理由についてです。で、これまずね、一つ目なんですけど、一つ目に関しては一番花のね、ナスについてです。で、一番花のナスっていうのはそもそも花がね、1個しか咲いていません。なので、うまくこの受粉っていうのがされずに、まあ受粉されたとしても石ナスって言われて、とてもね、皮が分厚くて硬くて、あまり美味しくないナスっていうのができます。まあ、ゴールデンウィーク前後にだいたい皆さん植えるので、そこから 2,3 週間経って5月のね、半ばとか下旬とかになってくると、1個目のナスの実ができると思うんですけど、そのナスの実そのまま放置しても美味しく
食べることはできません。なのでこの一番果のナスの実を美味しく食べるためにはこちらのねトマトトーンというものを使っていきましょう。でこのトマトトーンはトマトの動画でね話したと思います。なんですけどトマト以外ナスでも使えるようになりますので一番果の一番最初にね咲くナスの実をしっかりと美味しく食べたい方に関してはこのトマトトーンをナスのね花に 2,3 プッシュねシュッシュッシュッってかけてあげるようにしてください。これをすることで一番果のナスでもしっかりと美味しく食べれるようになるのでナスの一番果どうしようかなって思ってる方に関してはこのトマトトーンで処理っていうのをしてみましょう。で2つ目に関しては一番果より後にねできる実についてです。で一番果っていうのはある程度中にね元肥の肥料っていうのがある状態で育ちます。なので何もしていなくてもまあね石ナスになるかトマトトーンで処理して大きくするか、まあ、適化するか、まあ、どれかなんですけどそこそこね最初の方のナスっていうのは育つんですけどこのぐらいの木の大きさになった時になかなかトマトの実がトマトの花は咲くんだけどそこから実にならないよっていう方がいると思います。このある程度木が育っていて実ができないよっていう方に関しては絶対に肥料不足だと思ってください。である程度木を大きくするためまたはナスの一番果とか最初の実をねつけるためにナスっていうのは元肥とかのエネルギーを使っている状態です。なのでそのエネルギーが少しずつ切れてきてしまっているのでナスの実がつかない状況となります。そのような場合には追肥作業っていうのをしてほしいです。でこれ何を追肥で撒けばいいのかといったら化成肥料の888っていうものを撒くようにしましょう。これを株元ではなくてもう今の時期になってくるとマルチのこの外側とかにもある程度ね根っこっていうのが広がってる状態となりますのでその根っこのねところにめがけて、まあ、僕の家ではねこの通路のね際とかにここら辺のね通路の際ですにあげるようにしています。で皆さんの場合ですと根っこから 2,30 センチ離したマルチのところに穴を開けて追肥するのでもいいですしいろいろねやり方があるのでそこら辺はね個人の自由なんですけど僕の家ではこのマルチの端っこにねあげるようにしています。化成肥料をあげてそのまま放置してるだけじゃなかなか栄養っていうのが回っていかないのであげた後っていうのはしっかりと水やりをして化成肥料が溶けるねタイミングっていうのを作ってください。でまたは雨の力を利用して雨が降る前日などに化成肥料をねこの地面にバーって撒いてあげることによって次の日ね雨が降ります。で雨が降って水で濡れて中の化成肥料っていうのがしっかりと溶けて土の中に染み込んでその染み込んだ栄養っていうのをナスの根っこがこの吸収してこのナスの木大きくさせるまたは実をつけるためにしっかりと働いてくれるのでこのタイミングもねしっかりと見極めながら追肥っていうのをしていきましょう。なので今の時期ナスの実がなかなかねつかないよっていう方に関しては絶対に肥料不足だと思いますのでこの肥料をね今すぐあげるようにしてください。花がついていて実にならないっていうことでそこで肥料の状態っていうのが分かるようになります。なので実がつかないで悩んでる方っていうのは必ずね肥料をやってほしいです。でこの一番果に関しても僕の家ではこのトマトトーンをつけてあげて一番果から収穫し始めてます。なんですけど私の家では栄養をね集中させたいために一番果ね取りますよっていう方もいます。なのでそれに関しては全然そのやり方は間違っていませんしいいと思いますので僕の家ではトマトトーンをかけて一番果から収穫するようにしてますしまたねそれをやらないっていう方もいますので、まあ、どちらかね好きな方でいいですのでそのようにして一番果からトマトを収穫したい方っていうのはトマトトーンをつけたやり方っていうのを試してみるようにしてください。なのでナスの花がつかない原因なんでかなっていうのを考えてあげるとどのような症状が出ているのかっていうのも分かります。他にもこれからいろいろねやっていかなければならない対策とかやる作業っていうのもあるのでそちらもねしっかりと説明していくので今年ナス栽培必ず成功させたいよっていう方はぜひねチャンネル登録して僕と一緒にナスっていうのを育てるようにしてみましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。